はい、皆さんハーバチは宮内ゆきです。それでは、今日もポケットモンスター X を縛り実況プレイ、ハートが好きだからラブカス君たちに決めた始めていきたいと思います。さあ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 、唯一落ち着いてね実況プレイができるこのポケモン X と、まあポケモン赤もそうか。で前回ね15番道路、あーまた雨だ今日、はい、今日も15番道路攻略です。よし頑張ろう。今日はなんとか15番道路抜けたいんだけどな。この辺はもう倒してて、もう倒して倒して、はい、ここからです。あー、これか。まず岩砕きですね。はい、もう水曜日か、早いな。今週も早いですね皆さん。さあタウリンゲット、ダブルワトールだ。いやだ、勝負ですね。そんなの断らないです。話しかけられた。なんだ、勝負か勝負か大丈夫かよ不思議姉妹のルンとリンさん。波乗りへ行きますかね、うん、で心森は空を飛ぶ。シャドーボール、おお。さあグラスフィールド、ハートフライってに恩返しです。ナイス。よいしょー。おー、ラブカスね、1回で。うん、アクアジェットですかね。さあ、これ決めたい。OK。さあ、レベル49です。ヒーヤー、うるるんしちゃいました。今のポケモン勝負、ルンルンできてよかったです。なんじゃ、どうしようもない私をそんなに見るでない。なんだよ、この口調。はい、いい傷癖ですね。マジ回復アイテムやないとやばいわ。おお、そっか。あ、ホログラムメール、どうも。プラタンの博士とメガ進化について調べたところ、ポケモンの秘めたエネルギーを一時的に解放することで通常の進化ではありえない力を発揮するようですね。これは全てのポケモンや人に可能性があるのか、それとも選ばれたもののみに可能性が秘められているのか、何を意味していると思いますか。はい、一方的なメールでした。
お得の掲示板草タイプのポケモンは、粉や胞子の技を受けません。これがね結構忘れてて、普通にシビルゴナとかね打って効果がないみたいな。強制ギップスゲットです。おー、いる。フェアリーの怖いとこ私教えちゃう。おお、出てちゃんだ。電気タイプ苦手なんです、うちのパーティーは。もうレベル差があるから、なんとか教えたい。サルリーム電気ですね。おお。これは変えた方がいいね。はい、心盛りで。さっきはごめんね、心盛り。頑張ろうね。かわいいね。さあ、昼目。ハートスタンプ。いいねー。もう一丁。甘えるかよ。攻撃がガクッと下がります。はい。ガクッと下がったから、マジか、ここメロメロかよ。メロメロ状態なので、2分の1です。頼む、なんとか、行ってくれ、攻撃。オッケー。教える前に、おお、終わっちゃダメ。怖いとこ決まってるでしょ。キュートでプリティすぎるとこ。おお、回復させて、はい。そこもあるしな。で、下もいけるんだよね。はい、じゃあ上から。ふふふ。あなたもあのお方の声に導かれてここへ来たのね。オカルトマニアの、サイコさん。でもかわいいね。波乗り。タモチかわいいよな。なんだっけ、ダブランって。さあ、心盛り頼むよ。おー、こいつか。ダメ押し、ナイス、素晴らしい。うわ、やっぱり、やっぱ無理、わかんない。もうわかんない。あ、私、オカルトマニアとしてどう振る舞えばいいの？ね。みんな大変そうやな。これは、ないですね。さあ、荒れ果てホテルです。すごいローラースケーターがいると聞いてやってきたのです。奥まで確か行けないんだよな、じゃあ俺。自分はまだローラースケートのテクニックが足りていないようです。情報収集をちゃんとね、ミアレとかでやっとかないと。俺っちお子様相手だと本気を出すのでございます。
うん、ブルズキン。3体か、なかなかいいパーティーですね。恩返し。全然効かねえな。これだったらまだ波乗りの方が効くか。さあ、頼む。ほとんど変わんない。OK。 サメ肌。いや、心もにも分が悪いぞ、これは。サメ肌も嫌な相手だな。いやー、粘るか。うん、恩返しですね。ああ、よかったよかった、なんとか。アップね。レベル50です。誘惑？天使の基礎が捨てます。困ったなか。悪鋼タイプですね。なみなみ。はい。ケチョンケチョンだは強すぎなのでございます。いえいえいえ。ポケモン勝負の前には大人も子供も関係ないのでございます。そうだね。ハートまず回復ですね。あたしらで咲かせてみせる悪の花ってね、すべてに対して反撃、それが俺たちの差が。ウケるな。さあ、フレオアベックの、マユミと癒す。肩破りですね。恩返しを出すとですね、心森は空を飛ぶゴロンダレ。さあ、まずクリアスモング。うん、神倉か怖えな。あとは波乗り。毒毒来ました。ハート恩返しですね。で、心もにはハートスタンプをガストです。手を見事。
いレベルも上がる。ガムシャラか。ガムシャラは、はい、いいです。あんた何問題？なんてパワーだ。散ってしまった悪の花、それも一つの生き様ね。何にでも逆らうってのはパワーがいる生き方だろう。ああ、そうだね。要するに疲れるってことだよね。ウケる。毒消しです。チル回復して、おお、さあ何だけの紐ゲット。あたいこう見えて正直だし言っちゃうけど、あんたいけてない、もっと自分磨きなよ。ダメだ、やっぱいけない、ね、あんたなんて様だよ。使えるトリックはそれだけか。それだけです。それでボスに会うなんて100万光年早いぜ。ダメか。出直して消す。ほら出ておいで、あたいの可愛いハブネイクに。あー僕、あーいいね。ヘビ系結構好きだからな。よし、いい OK、 なんとか倒した。危ねえ、なんとか倒しました。さあ僕ですね、ここ、はい、心盛りで。ハードスタンプ。オッケー、ナイス。よかったよかった。素晴らしいね。負けてヘビーな気分だけど、あんたのポケモンやるじゃん。それほどでも。奇妙なもんだね。お互いトレーナーじゃなかったら、あんたと会うこともなかったよな。ああ、そうだね。いろんな縁があるんやな。お、そっか、あと反対側から行けってことね。じゃあまあ一度出まして、そよ風でも、動くし、いざとなれば人とポケモンで動かせるのは風車のいいところだよね。プレア団に入れば将来も安心だってよ。若い冒険者、とにかく動きなさいな。はい、動きます。おー、フードさんでやったね。いや、ユキどうも、お久しぶりですね。僕もさ、若い頃はいろんな地方を巡り、様々なポケモンと出会いつつ、土地ごとの味わいに気づいて食べ歩きも楽しんじゃってね。結果カロス各地のカフェに詳しくなったりしてさ。博士、もうデクシオ君の話はつながっているんだよ。フラダリさんが話していたポケモンのことを覚えているかい？なんだっけ。そうなんだよね、時には忘れることも大事さ。カロスの伝説のポケモン、名前はゼルネアス。文献によるとだね、かのポケモンを見た者はあまりのパワーに圧倒され、こう伝えるのみだった。まるで X という文字のようなポケモンと。何でもエネルギーを操れるポケモンらしいね。生命エネルギーを与え、他のポケモンや植物に活力をみなぎらせるってさ。それほどのすごいポケモンが今はどこにいるのでしょう。カロスの伝説ポケモンは活動エネルギーがなくなると人知れず眠るらしくて、居場所のヒントも分かってないね。先ほどの文献も1000年ほど昔のものだし。
ゆうきさんたちが見つけたらすごいですよね。僕も伝説のポケモンのこと調べてみようかな。何か分かればお知らせします。ああ、君たちが見つけたら痛快だね。だけど君たちの旅は君たちとポケモンのもの。とにかく好きなように楽しんでほしいね。どうもどうも。博士もう行っちゃいました。直接ポケモン図鑑を見てもらいたかったのですが、まあ、評価はポケセンのパソコンからしてもらいますし、僕はフロストケイブの、ポケモンを探してもっともっとポケモン図鑑を埋めるとします。ほい。で、まあ、情報収集はまた次回ですかね。いらっしゃいませ。モモミルク1本500円、旅のお供にいかが。しゃあ12本いいよね。また今度買ってくるつもりも買います。ここは風女タン、綿毛舞い飛ぶ風の街ということで。けい。来たよ。おう。またお会いしやしたね、マイブラザー。オーパワーの伝道者、絆の親父でございやす。念のためにお聞きしやすが、オーパワーについての説明が必要でいらっしゃいやすか。おう、さすがマイブラザー。でもサクッと絆アップ。命中パワーレベル1。命中パワーを使うと命中アップですね。オーパワーは PSS から使えて、使えば使うほどにレベルアップしていきやすんで、ガンガン使っちゃってください。んじゃ、まあ、私はこの辺でドローンさせていただきます。またどこかでお会いしましょう。またね。フロストケーブで良くないことが起きている。かもしれない。ケイブなんだよね。君、このお盆の実をポケモンに使ってあげなさい。どうもありがとう。ポケモンのデリバードにプレゼントされたものなんだよ。冬山で遭難した人を助けてくれるんだってね。おお、いいポケモンだ。じゃあ、回復させます。たまたまおはようございます。バッチリ回復。はい、じゃあ次回、この続きから見ますね。はい。ポケモン X とポケモン赤だけこんな感じでね。はい、もうほんと、静かに実況プレイをお届けする感じになってます。アーカイブでね、いつも見ていただいている方も本当にありがとうございます。ちょっとね、ここ最近環境がいろいろ変わってるんですけど、はい。変わらずにまたついてきていただけたらと思います。はい。それではありがとうございました。お相手は宮内ゆきでした。またねー。